麻生太郎麻生卸は2009年に起こった自由、民主党内及び野党からの麻生太郎当時、内閣総理大臣への退陣要求。安倍晋三、福田康夫が2代続けて1年余りで総辞職し、後継の総理総裁として麻生太郎が選出された。コメンテーターらは、総選挙に勝てる人物として、人気のある麻生を選出したと論評し、冒頭解散を予想したが、 麻生はサブプライムローン問題に橋を発した世界金融危機に対応するため解散による政治的空白を望まずに緊急の景気対策に取り組み始める。しかし自民党の長期政権に対する閉塞感に対する苛立ちから自民党の総裁である麻生に対するバッシングが高まって支持率が急落すると自民党で非主流派となっていた。 速やかな政策実現を求める有志議員の会などが、当格運動を開始する。新型インフルが流行するようになった2009年3月上旬に、西松建設事件で民主党に逆風が吹き、麻生内閣の支持率が回復すると、この当格運動は一時的に沈静化したが、民主党代表が小沢から鳩山幸男に変わると、自民党は、 名古屋市長選挙等の大型地方選挙で6連敗した。そんな中、麻生の私は郵政民営化に反対だったと国会での発言が飛び出し、当時郵政を所轄する総務大臣であった麻生の発言に批判が集まると、はじめは反対だったという意味で言ったと訂正した。果たして麻生総理は郵政民営化に象徴される。 改革路線を継承しているのか注目される中、西川義文日本郵政社長人事問題で、総務大臣が適切に判断されるものと思いますと、鳩山国夫総務大臣を繰り返し擁護造反副党組の野田聖子内閣府、特命担当大臣も、総務大臣が判断すればいいと発言。しかし、郵政選挙で得た。 自公の衆議院過半数を元として成立している内閣が解散がもせずその時点での選挙の民意である優勢民営化に逆行すると捉えられかねない動きをすることに対してそれまで沈黙を守っていた小泉元総理が呆れたを通り越して笑っちゃうと発言。ほどなく麻生は鳩山国を更迭するがこれは 国民の批判を大きく浴びて、内閣支持率を急低下させた。方向が定まらず迷走する、麻生内閣に、改革路線を支持する層、旧来型の支持層の両方からの批判を受け、内閣支持率が低下し、自民党内でも麻生内閣への退陣要求が再び高まった。また、大型地方選挙の連敗が続く間、自民党議員の山本拓が、 両院議員総会を開催して総裁選の前倒しを目指すことを発表。衆院選前の総裁選前倒しは麻生に代わる別の総裁を擁立して衆院選に臨むことを意味した。東京都議会議員選挙の後の7月13日、麻生首相は与党幹部の同意を得て衆院選の日程を7月21日解散、8月30日投票を発表。 7月14日に衆議院で内閣不信任決議が出た時に、麻生卸を主導する反麻生勢力の動向が注目されたが、与党議員は外遊中の福田康夫と、体調不良の中川翔一の二人が欠席したのを除いて、全員が、信任票を投じ、保守系部所属では、平沼武夫が、信任票長崎幸太郎は欠席、渡辺義美と、 中村四郎は不信任票を投じた。その後、反阿蘇勢力は両院議員総会を開催することによる総裁選前倒しを目指す。竹部務は阿蘇首相には徳がないと発言。中川秀奈は人種日清、名誉ある決断を要求。東側では両院議員総会には 自民党国会議員384人中128人の同意が必要である。そのため、反麻生勢力は128人の署名を集めることに奔走した。一方、党執行部は、両院議員総会が開催された場合、同会が、地方選挙6連敗の麻生総裁手段の場にして、出席議員の過半数の決議による、党則改定を行った上での、 総裁選の前倒しになることを恐れ、麻生総裁が出席した上で、党則改定決議ができない、両院議員懇談会などでの、地方選挙6連敗の自民党総括の場のみにとどめ、総裁選の前倒しができないように働きかけた。7月16日、反圧生勢力は、署名128人を上回る133人を集めたと発表。署名した人物には、 よさのカオル財務大臣や石場、しげる農林水産大臣といった衆議院解散の閣議決定に必要な国務大臣二人も含まれていた。なお、両院議員総会の開催に署名した議員の中には、地方選挙6連敗の総括のための麻生の話を聞く場が欲しいためであるとし、来る総選挙後の首相候補に麻生を押す者もいたことなど、全員が、 麻生卸に加担していたわけではない。自民党幹事長の細田博之は7月17日昼の記者会見で両院議員総会は開催せず代わりに21日午前11時半から両院議員懇談会を開くと発表し麻生卸は事実上封印された。当初両院議員懇談会は非公開の予定であったが麻生は 開催が決まれば逃げも隠れもしないと言ってきた。正面から話し、皆さんの話を聞きたい。と、公開で行うように指示した。衆院議員運営委員会は、17日、21日午後に、解散するための本会議会会を与野党で合意した。総会開催要求に署名したよさのと、石場は、17日、解散の閣議決定書の署名に応じる考えを、 示唆し,した。ありがとうございます。